今回はこのテールランプの紹介です。このテールランプはダズフェローズのピュアテールランプハイエースでございますね。なぜいきなりテールランプを交換することになったかっていうと、天然パーマの動画を見ていただいている皆さんだったらご存知だと思います。この夏休みにね、エースケとモビコンぶつかっちゃってさ、テールランプ割れちゃったんですよ。というわけでね、またね、出費が増えましたけども、テールランプ交換することになりまして、なんで交換しなきゃいけなくなったかっていうと、テールランプって割れていると、車検通らなくなっちゃうんですよ。なので、車検前にね、新しいものに交換する必要がありまして、そこでね、僕のハイエースのブレイン、友達でもあるゴンダマンに相談したところ、かっこよくてリーズナブルなハイエースのテールランプ教えてくれました。それがこちらですね。そして速攻、買ってみましたけども、早速、商品届きまして、さあ交換するぞと思ってさ、箱開けたら、なんと、わかる？わかる？ライトついてないやないかいってなって調べてみたら、この商品は純正ハーネスが必要ですと。そのハーネスがない場合は別途購入してくださいって書いてあるの。それ先に言わないかい。これね、商品ページとかにね、そこがね、記述されてなかったので、まあしてあるのかもしれないけど気がつかなくて、まあ急遽ですね、そのハーネスっていうのを取り寄せることになりました。基本的には、このテールランプって、純正のテールランプから入れ替えるっていうのを前提に、そういう仕様になっているので、そもそもね、純正の人たちはそのハーネスっていうのが、そのまま使えるはずなんですね。ところが、僕の今つけている、きらめきシリーズっていうね、テールランプは、LED 内蔵のものになるので、ハーネスないんですよ。なんで、改めて購入したんですが、ここで注意点が1点あります。このね、テールランプ用の純正ハーネスって、一般の人たちはね、そう簡単にね、買えないらしいんですね。なので、お世話になっているショップとか、それからディーラーさんに相談して、購入する必要があります。僕はいつもお世話になっている、ショップにね、相談して取り寄せてもらいました。それがこちら。見えるかな？これがね、ハイエースのテール用の純正ハーネスというものですね。おい！ランプついてないやないかい！ってことで、急遽このランプもね、購入しました。ちょっと紹介しましょう。まずはね、ストップランプね。ストップランプは赤。こちら、ブーブーマテリアルっていうところの、これ何つったっけ？めちゃくちゃ明るい LED。そのまんまやないかい！こちら。そして、ウィンカーランプには、じゃん！何つったっけこれ？ライニー。ライミーってところの、これもなんか144つ LED ランプがついてる、もうめっちゃ明るいっていう、ウィンカーランプ。そして、バックライトね。バックライトって純正のやつって全然暗くてさ、実は視認性非常に良くない。なのでやっぱね、これもね、明るいのを購入しました。アーキシートっていうメーカーさんですね。これらね、みんな社外製になりますけども、ランプ類も用意して、それからハーネスも用意して、そしてこの、ダズフェローズ。こちらを購入することで、まあ、まるっとね、交換することができます。以上ね、購入するときの注意点でしたので、まあ、それぞれ、テールランプによって、その製品仕様っていうのが違うので、ちゃんとね、説明書とかね、読んでから購入した方がいいです。僕みたいにね、言われるがまんまにポチリポチリするだけだと、後から足りないものが出てきてしまう恐れがあるので、ちゃんと製品仕様書を読んで何が必要かっていうのを調べてから購入してください。では次に、このね、ダズフェローの、ピュアテールランプに、今の、ランプとそれから、なんだっけ、ハーネスね、組み込んでいきたいと思います。Here we go!ではまずはじめにこのハーネスにね、ランプをね取り付けていきたいと思います。これね、ちゃんと順番があります。上からブレーキランプ、そしてここ真ん中が
ウインカー、一番下がバックランプっていう風にね、位置が決まってるんですけども、じゃあまずね、ブレーキランプ。ブレーキランプにはこちら、ブーブーマテリアル。くっつけましょう。ガッチャン。根元までしっかりはめ込みます。そして真ん中はウインカー。ウインカーはこれです。ライミー。ね。そして、これがバックライトですね。バックライトはアーキシート。めくりまーす。あれ？どうやって開けんだこれ。こういうところ、こういうところ、優しくないなぁ。ピュッと開けられるようにしてほしい。こういう時は、まあ、製品を傷つけないように、カッターで開けていきましょう。OK。OK、シート、曲線はないので、どっちに刺しても大丈夫です。え？大丈夫だよね。ちょっとドキドキ。OK。奥まで入ったかな？はい。さあ、全部ね、用意できました。そしたら、こちらね、テールランプに組み込んでいきたいと思います。裏返す。裏返したら、ここ。まずは、なんだっけ、ストップランプ。そして続いて、ウインカー。もうね、はまる場所が決まってるので、まず間違えるということはないです。なんだろう、プラグっていうのかな、これ。全部ね、形が、形状が違うので、必ずそこにしか入らないようになってます。このようにですね、もう超簡単。パコパコっとはめ込みました。表から見るとこんな感じ。うん。いいでしょう。そして次に、これ大事なんですよ。これね。これ何かっていうと、防水パッキンだそうです。これを、まあ、ここに取り付けるんです。両面テープになっているので、ここにピトってつけるんですけど、ここで注意があります。この時にね、こうまず仮にはめてみるじゃない？そうすると、これ見えるかな？ここに二つね、ガイドの穴があるの。それがね、なんとなくここに刺さりそうな位置にあるわけよ。お、こういうことか。なんて思うじゃない？違うの。説明書に読んだら、このガイドの穴は無視してくださいって書いてある。なので、頭ね、上刃を、ここか。見えるかな？上刃を合わせて、その位置で、こいつを貼っておく必要がある。そんで、この防水パッキンの貼り方を間違えたことによる水漏れは製品保証外になりますのでご注意くださいって説明書に書いてある。だったら最初からこのガイドの穴、紛らわしいからやめんかいっていうね。はい。軽く文句を垂れたところで、この防水パッキンをつけていきましょう。さてと、一発で決めたいです。長いものなので、形を合わせて、ぴったりね、装着したいと思います。こんな感じですかね。まあ、結局は、このプラスチックの部分にしっかりと乗る位置でね、はめておいた方がよろしいのではないかと思います。はい。こんな感じで、片方ができました。ここね、よーく、まあ、取り付けると圧着はされると思うんだけども、ガイドの部分に、綺麗に収まるように、取り付けて、パッキンつけてあげてください。はい。これで準備できました。こんな感じで、二つ、右と左ね、両方を準備をしてください。装着前の設定は以上です。さあ、これが今ね、現状の僕のハイエースのテールランプです。早速ね、交換していきたいと思います。これですね。今ね、テープで、補強してますけども、ここがバッコリ割れちゃってます。さあ、では早速交換します。交換作業自体は、至って簡単です。この2つの、ボルトね、これを外すだけですのでね。やってみましょう。たったこれだけ。このボルトを2つ取るだけですね。まあ、荷物を下ろしたりとかっていう、そういうこともしないでできます。で、これをまっすぐ後ろに引きます。いきますよ。よっ。超簡単。よっ。よいしょ。よっ。よっ。ちょっとね、ぶつけたので少し
形が変形しているのでしょうか。その可能性大。なので僕の場合はここに、はい、出てきました。これが、ああ、ハーネスついてた。なんてこった無駄な買い物をしてしまった。これが純正のハーネスですね。もうこのまま抜きまーす。こうやって事前に調べないと、ねえ、ハーネスついとるやないかい。買わなくてよかったわ、これ。ってことになるので、事前にね、ちゃんと調べるってことをしっかりしましょう。では、このね、新しいテールランプをはめていきたいと思います。まず、最初に、ね、ハーネスをガッチャン、立ったこれだけ。うまくこの中に収まるようにガイドしていきながら、あ、入りましたね。この二つの穴に合わせて、ガッチャン、ガッチャン、ガッチャン。あれ？やっぱりちょっと甘いかな。どうだろう。差し込みが甘いね。こういう時はワッシャーをかますそうなので、ちょっとそれをやりたいと思います。はい。こいつがね、ここに差し込まるんだけど、どうしてもね、その車の形式によっては、ちょっとね、差し込みが甘いと感じられる場合があるそうです。そういう時は、一旦、こいつを外して、ね、これ。ワッシャーが付属しているので、こいつをね、間にかませるそうです。こういうのもね、こういう手間をかけないでうまくできるようにしてくれりゃいいのになって思っちゃうんだけど、まあ、ブツブツ文句言わない。ちょっと。そしたら、締めましょう。この時に、無理して、力いっぱい締まんないように、だけ、気をつけます。はい、もう十分です。こちらもですね。あんまりきつくならないように。よし！こいつができたらもう一回、カプラーを、オン。そして、ここにね、収めながら、もう一丁。せーの。おい、いいんじゃないでしょうか。で、ここで、ボルトを締めていくのですが、またまたね、注意点があります。これ、思いっきり締めすぎないように気をつけてくださいって、お鉄にアドバイスもらいました。そう、なんかね、締めすぎるとね、すぐ、メス側が行っちゃうそうなんですね。メスが行っちゃうそうなんです。メスが行っちゃう。ので、あんまりきつくは締めない。ね。行っちゃうからさ、メスが。まあ、こんなもんでしょう。さあ、どうだ。こんな感じです。後ほどね、チェックしたいと思います。一旦この状態で、左右の違い、見比べてみましょう。どうでしょう。全然雰囲気変わりますね、右と左。どっちがいいっていうものではないです。これ好みによると思うんですが、やっぱね、お尻の雰囲気がね、右と左でぐっと変わります。いいんじゃないでしょうか。ちょっとこのキラキラ感がね、高級感を醸し出してるんじゃないかと思います。ライト点灯してみました。随分雰囲気変わりました。それじゃあね、合わせて右側も交換していきたいと思います。さあ、では先ほどと同じようにまずはここのボルトを緩めていく。そして先ほども言いました通り、まっすぐ抜きます。まっすぐまっすぐ抜く、マイナスを、よいしょ、うまいこと取れました。さあ、そしたら同じようにハーネスを抜いて、はい、今までありがとうね。かっこいいテールランプでした。バイバイ。そして、またこのカプラーを差し込みます。ガチャン。
ね、カチッって音がするまでしっかりと戻します。そしたらここでパイルダーオンです。覚えておいてください。パイルダーオン。完璧です。マジンガー Z を知っている方にしか通じないパイルダーオンですけども、がっちりと収まりました。さあどうだ、ギュッ、ここでギュッ。ご覧ください、以上で作業は完了。なんと作業時間は、まあ、正直5分あればできますね。余裕見ても10分。こんな簡単な作業で、一瞬にしてお尻周りの雰囲気がね変わります。いかがでしょう。こんな感じでですね、逆サイドも見ていきましょう。ちょっとねぶつけてしまった跡が痛々しいですが、このようにエレガントなヒップ周りにドレスアップいたしました。さあ点灯するとこのような感じですね。いいじゃないですか。圧倒的に視認性が高くなったんじゃないかと思います。次は夜になった時を見てください。どうぞ。こんな感じです。全然以前のテールランプと光の形状が違う。次はハザード出してみましょう。ハザードです。やっぱり明るい。これテールランプよりもはるかに明るい。バックランプやっぱり明るい。これはやばい。以上テールランプのテストでした。以上テールランプ交換作業でした。 Dude, that father is 10 men permed